どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日 ANA の、コロナウイルスに対するね、特別措置ということで、1月1日からね、6月30日までの、プレミアムポイントのね、積算が、特別倍率ということで2倍になるっていうね、発表がありましたよね。これから SFC 仕様をね、検討してなかったけどやりますっていう方もいらっしゃれば、もともとね、検討されているっていうね、方もいらっしゃると思いますので、今日の動画ではですね、おすすめのスーパーフライヤーズカードに切り替えられる ANA のクレジットカードをね、3つ紹介していきたいと思います。早速ね、行ってみたいと思うんですけども、この ANA のクレジットカードってすごい複雑なんですよね。っていうことなんで、今回は、SFC 修行するということで、ANA のね、上級会員を目指すっていうこともありますんで、ANA マイルを貯めるというね、観点から考察して、3つね、紹介していきたいと思います。で、まずね、クレジットカードこれから発行する方に先駆けてですね、まずやっていただきたいのは、ANA のクレジットカードを、持ってるか持ってないか、これもね、ちょっと気にしてください。まず、ANA っていうのは、クレジットカード発行する際に、持ってるか持ってないかでね、マイトモプログラムっていうものがね、利用できるんですよね。このマイトモプログラムを利用することによって、一般カードだったら500マイルがもらえて、ゴールドカードだったら2000マイルがね、こちら申請するだけでね、もらうことができますんで、これもね、取りこぼすとちょっともったいないので、そこもね、気にしていただけたらなと思います。で、このマイトモプログラムっていうものは、既存の、保有の方からの紹介で、発行するとっていう形になりますんで、紹介者のお名前と紹介番号が必要になりますんで、発行する際はですね、ちょっと周りに ANA のね、クレジットカード持ってる方いないかをね、一つ調べてみてから発行するようにしてくださいね。もしいらっしゃらないっていう方はですね、私から紹介させて、これは冗談としても、確実にね、周りにね、持ってる方いないかね、一回ね、確認していただけたらなと思います。それではね、おすすめのクレジットカード3つ紹介していきたいと思うんですけども、まずね、ANA-JCB ワイドカードですね。こちらは一応ね、くくりは一般カードなんですけども、一応ね、ワイドカードっていうので、一般カードよりちょっと年会費が高いクレジットカードなんですけども、年会費は、7250円。で、航空券の、購入に対しては、100円で 1.5 マイルが、もらえるっていうクレジットカードになります。で、フライトボーナスがね、25% つきます。っていうことなんで、これからね、SFC 使用されるっていうことで、飛行機に乗りますよね、ANA の。だからこのフライトボーナスっていうのはね、重要にもなってきますんで、一般カードとね、ワイドカード分かれてるんですけども、今回ね、ワイドカードを、おすすめっていう感じになります。で、こちら国際ブランドはですね、JCB がおすすめです。っていうのも、今現時点でね、JCB のクレジットカードっていうのは、ポイントサイトの案件がまずあります。で、その次に JCB のクレジットカードのキャンペーンがあります。その次に ANA のね、クレジットカード利用のキャンペーンもあるんですよね。だから全部で3つ、取れるんですよね。プラスマイトモプログラムを足すっていう感じで、こちらね、詳細は2020年3月の、ANA カードね、入会キャンペーンの動画をね、ちょっと詳しいところは見ていただきたいんですけども、こちらね、全部取れると、ANA のマイトモプログラムで、500マイル、入会ボーナスで2000マイル、ポイントサイトの案件をね、利用して、こちら7300円の分のね、案件がポイントインカムに出ておりますんで、そちらを移行すると5475マイルに交換することができます。こちらももちろん東急ルートで交換した場合の 75% の交換率となっております。で、こちらクレジットカードのね、決済のキャンペーンね、 ANA と JCB がありますんで、そちらを全部入れると、最大5万2500マイルがね、獲得することができます。最大で全部合わせると6万475マイルがね、もらえるっていう感じになります。
で、今ね JCB と ANA のキャンペーンありますって言いましたけども、このマイトモプログラムっていうものもそうですし、 ANA のねキャンペーンも ANA のクレジットカードが初めての方限定になりますんでね、まあ、そこも注意していただけたらなと思います。それでは次にですね、 ANA ワイド、ゴールドカードの、JCB のブランドですね、こちら年会費が15,000円で、航空券の利用に対しては100円で2マイルがね貯まるクレジットカードとなっております。で、こちらもね、こちらのクレジットカードもフライトボーナスが 25% ねもらうことができます。で、内訳はですね、先ほどの JCB のねあのクレジットカードとまあ一緒ですので、合計のマイル数としては ANA のマイトモプログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイルで、ポイントサイトポイントインカムから経由すると、7300円分のポイントがもらえて、それを東急ルートで交換すると5475マイルに、ね、なります。で、これで、クレジットカードの、ね、決済の方のキャンペーンの付与マイルを入れると、5万2500マイルになりますんで、全部を合計すると、6万1975マイルっていう風になります。次にですね、 ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちらは、年会費が、3万1000円っていう風になっております。こちらはですね、あの航空券の、利用に対して100円で3マイルがもらえるっていうクレジットカードで、他のね2つは、100円に対して2マイルなんですけども、こちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードは ANA の航空券購入するにあたってのねあの還元率はすごい高いので、まあそこではねちょっと優位に出てるんですけども、まあ年会費も高いんでね、まあそこをどうあの考えるかっていう感じになりますよね。で、こちらも、フライトボーナスが 25% つきます。で、こちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードのキャンペーンなんですけども、まあ、こちらは JCB じゃないので ANA のキャンペーンとアメックスの方でやっているキャンペーンが併用っていう感じになります。で、こちらねアメックスのクレジットカードとなりますんで、既存の会員から紹介で発行するとですね、最大発行&利用で最大7万マイルで、マイトモプログラムで2000マイルプラス ANA のねクレジットカード決済の方のキャンペーンを適用すると最大で10万5000マイルがね、まあ、もらえるクレジットカードとなっております。今回ね、3つのクレジットカードですね、これから SFC 使用される際におすすめのクレジットカードをね、紹介させていただきましたけども、スーパーフライヤーズカードっていうのは、まあ、クレジットカードに付帯するものなんで、まあ、あの一般カードでもねゴールドカードでも、まあ、発行することはできるんですけども、もしね一般カードを発行して、まあ、SFC 使用されて、まあ、SFC にね申し込むときに、もちろんね一般カードから一般カードだったらあの審査はねあのないので、まあ、そのまま切り替えみたいな感じで申し込むことができるんですけども、一般カードからゴールドカードとかね切り替えちゃうと、まあ、そこで審査が入りますよね。ですのでそこでね審査落ちちゃうと、スーパーフライヤーズカードね、せっかく SFC 修行したのにスーパーフライヤーズカードね獲得できないっていうことにもなりかねないので、もしねこれから SFC 修行される方は、まあご自身にね合ったクレジットカードを、まあ、発行するようにしてくださいね。もし一般カードを発行するのであれば、スーパーフライヤーズカードにするのも一般カードにしていただいてね、もしゴールドカードにね切り替えたいっていうことがあれば、ひとまずスーパーフライヤーズカードを一回ゲットしてから、切り替えるっていう風にしてくださいね。本当にこれねもったいないことになりかねませんので、そこだけ注意していただけたらなと思います。で、今回ね3つクレジットカードね、紹介させていただいたんですけども、まあ、あのねどれがおすすめかって本当にね難しい部分ではあるんですよね。私はスーパーフライヤーズカードの、ビザの、ゴールドカードをね、まあ、持ってるわけなんですけども、割引制度をね利用すると、まあ、1万円以下にはね、なるクレジットカードであるんですけども、まあ、私はね家族カードを発行してますんで、まあ、家族カードの年会費とかを入れると結構な額になるわけなんですよね。
で、それで一般カードにちょっと今ダウングレードしようかなって思ってる最中なんですよね。あの本当に人によってね、人の状況によってこの家族カードを発行するかどうかとか、まあ、そういうのでもあのこのおすすめのクレジットカードって、まあ、すごいね難しい部分ではあるんですけども、まあ、今回の動画ではあの SFC 修行されるっていうことで、マイルが貯まるっていうのをね、まあ、焦点を当てて、3つね紹介させていただきました。 ANA アメックスゴールドクレジットカードに至っては、最大10万5000マイルなんで、これ全部ねあの獲得することができれば、東京ニューヨークのね、まあ、今は行けませんけどもファーストクラスをね、行きファースト帰りエコノミーな感じでね、あの利用することもねできちゃうマイル数なんですよね。もちろんビジネスクラスで往復で行くことだってね、あの10万5000マイルあればねできますんでね、これ片道ね30万円以上するようなルートが、まあ、この10万5000マイルでね、まあ、利用できてしまいますんでね、あのもしこれから SFC 使用ねされる、まあ、検討しているって方はあのクレジットカードね、まあ、よく検討していただいて、発行していただけたらなと思います。まあ個人的にはですね、まあ、ぜひあの ANA のキャンペーンも JCB のキャンペーン、まあ、アメックスのキャンペーンね、まあ、いろいろキャンペーンやっておりますんで、まあ、一緒にねあの結構な額をね ANA で切ると思いますんで、まあ、一緒にねあの達成できるところはねしていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が気に入った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。